しばらく泳がせて奴らの目的を探りなさい。さっきの見たでしょ。こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしては動きに隙がなかった。ウータイの神秘まだ起こさないで。
面白いことになりそうじゃない。存分にもてなしてあげましょう。私はお馬さんの整備状況を確認してくるわ。後で報告お願いね。はっ。開発エリアのメインシステムをダウン。機密情報へのアクセスを制限しつつ、復帰経路から奴らの目的を探る。各員、侵入者の監視を再開しろ。はっ。バテリアどこだ。よっ。マテリアの匂い？うるさい！ライトンの術！なんか、うわ、暗くない？あの装置も止まっているみたいだな。見たところ普通のマテリアだ。これだけでも、でも、ぜーんぶいただきます。メインシステム、レベル1、起動。魔法エネルギー、充電開始。防護策を展開します。Thank you.
することになるかもしれない。俺たちの個人的なつながりが衝突を回避する役に立つかもしれない。そういうことだと思った。先輩が来る前に観察してた。リーダーの選び方、労働者の選び方、と俺たちと見てる世界が違う。ソノンにはどんな世界が見える？爆発、銃声、悲鳴、死に。私も忘れられないよね。どっち、ね、先輩、落ち着こう。ああ、そうだ、豆。ダチョウ豆ある？あるけど、うん、噛める？当たり前だよ。嬉しいよ、ゾノ。わかる。私たち、東京の仲間だ。ああ、心強い。
下にあった装置より大掛かりだな。ってことはこれが究極マテリア？違う、究極マテリアじゃない。な、何？くっそー、兵士じゃなくてマテリアよこせ。私に会ったの。あうんの月。一貫性が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあ、います。通信をつないでちょうだい。はっ。どっちに行かぬかしら。うわっ、この程度に驚いてもらって光栄だわ。ねえ、せっかくここまで来たんだもん。もう少し私と遊んでいこうかな。ホログラムなんかよりも面白いものを見せてあげる。何が目的だ。ヨードン、そんなに怖い顔しないで。そうね、あなたたちの探し物もこの先にあるんじゃないかしら。それじゃあ、待ってるわね。先輩、どうする？罠だよね、分かってるよ。でも、行くしかないでしょ。同じ意見でよかった。Thank you.
耐久テストをクリアした個体の戦闘履歴からデータを収集して新兵器の開発や改良に役立てているのよ。じっくり見学してきてね。耐久テストを開始します。検証に使用する個体を選択してください。Thank you.
セットアップを開始します。それは大変。対策を立てなくちゃ。無駄無駄。
エチ臭いこと言わないで。チャンスをちょうだい。けっ、俺はね、私のアイデア満載の最新のサポートはテストに付き合ってちょうだい。いい思い出にしてて、誰にも話せないと思う。周りの奴から片付けるぞ。大掃除といきますか。に刻んでみせなさい。何をしている？
ところで何してるの？データを取って画像空間で俺を再現する気だ。準備よし、転送開始。相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした！さっきから怒鳴ってばかり。それが宇太流。そのもういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も持ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるもんか。他の仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ムータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？ああ、友達が戦ってるみたいよ。火星に行かなくていいの？急ぎなさい。先輩、こいつら何？わからない、いきなり現れた。その悪い知らせなんだけど。一応聞こう。究極マテリアはまだできてないって。実際研究中。もう一個悪い知らせ、7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす？そう、7番プレートを落とす。7番プレートって7番街のことだよな。嘘、じいちゃんの話本当なんだ。どうする？帰ろう。
閉じ込められたか。せいぜい苦しむといい。先輩に刻んでみせましょう。この術
置投影装置を任せて。対象の侵入を確認。これよりツビエイトの戦闘テストを開始する。楽しみましょうか。死んだって変なやつしかいないの？油断するな。ただのじゃない。俺の怒りはただより大きい。いい。誰？どうだ？待てよ。邪魔をするのは。さあ、続けましょう。あの黒いの、絶対ヤバいよ。闇の中で一つになりました。
いい、もっと感じさせてください。痛みを、死を。先輩、ここで決めよう。任せなさい。疲れのところなんですけど、急いで脱出しないと。ちょっと休憩しない？お風呂か？結構です。
一人じゃ無理か。私の手下になる人、この指止まれ。ねえバレット、歩くしかないのかな。おうよ。かなり遠いよねカーム。だいたい一日ってところだな。あのね、私のお母さん一日って言ったらそれ朝から夜眠るまでなの。私は一日って言われたら朝から次の朝まで思い浮かべる。バレットはどっち？俺はエルミナ派だ。よかった。いいかな。クラウド、お前は朝から晩までまるっと歩くなんて何でもねえだろ。当然経験ありだ。まあな。ただし十分な休息が条件だ。特にあんたには。んなことは分かってる。ま、知らねえ道は不安だろうが、リーダーの俺にドーンと回しとけ。頼もしい。おうよ。よし、とりあえず全員止まれ。思いっきり深呼吸。やっぱりやめとけ。もっと離れねえとな。うまい空気はお預けだ。さらばミッドガルだね。Da-d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 a-
たったらだったったたったらだったったーと。ないね。平気なのか。あれ急に不安。それは腹が減ったせいだ。急ぐぞ。ご無沙汰してます。久しぶり。元気だった？ごめん悪い。エアリス。